どうも、遠藤です。MP7 の時間がやってきました。サントリーで MP7 を使ってベストキルを目指すっていう動画ですね。で、もちろん MP7A1 と SV9。このなんか A の MP7 なんだけど、アンダーレールにバーティカルパワーグリップついてんだけど、これって MP7A2 じゃないかいっていう、まあ、話は置いといて早速やっていきましょう。でね、やっぱこのマップ MP7 ね、まあ、結構、まあ、どのマップでもきついんだけど、まあね、戦う場所を選べば結構活躍できるんでね、こういうとこ、このね、階段のとこが強いです。でもう一人、ああ、やれないか、今のはやれただろう。でね、やっぱこの、あそこの階段のとことか、やっぱ角待ちとかが強いんでね、そういうところをふんだんに利用して、戦っていきましょう。はい、一人やる。おぉ、ダメか。でもね、中距離とかはやっぱどうしてもね、不利になっちゃうんでね、あまりそういう風な戦い方をしないようにするっていうのがね、勝つ秘訣になってきますね。そこにいるのは分かってるぞ。で、おっと、後ろにいた。だからこういうね、取り回しの良さは MP7 の強みなんでね、ガン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 落ち着けていきたい。で、下にいるから、横から、狙って、で、距離を詰めていきましょう。と思ったが、やっぱね、ここが強い。味方が後方にいるんで、やっぱ援護してあげた方がいいかな。はい、ヘッドショットしていく。まあ、一人で詰めてもしょうがないんでね。この辺でうだうだやってみましょうか。で、後ろ取っていく。いいっすね。まあね、相変わらず MP7 威力低いんだよね。なんか、今回のアップデートで、なんだっけな。EF とか、マンハントとか、使ってみたけど、奥にいるじゃん。あの、ああいうの使った後だとね、MP7 のこのサブマシンガンの威力の低さがね、気になって仕方がない。うわ、いて、やられた。まあそこをなんとかね、あの立ち回りでカバーしていきたいんでね、いつも以上に頭を使って、まあ頭使わないんだけどね、そんなに。まあまあ、そこそこ集中してね、楽しくやっていければな。奥にいたんで突っ込んで撃つ。で、もちろんヘッドショット。もちろんヘッドショットってなんだよ。いや、横から、いいね。こういうのやっぱね、MP7 強いんで、やられちゃったよ。そっちか。おっと、ゴロッと転がってきたぞ。近くにいる？いないかな？横入って。じゃあ。裏を取っていきたいが、あーしくったな、今のはちょっと良くなかったな。ちょっと雑な視点変更したらね、こんな感じになっちゃうんですよね。皆さんも気をつけましょう。グレを適当に投げて、カバーに入る。お、グレが当たりましたね。おっと、横にいた。うわー、マジか。今の勝てると思ったんだけどな。やっぱ、ああいうとこでね、的確にヘッド当てていきたいっすね。今度ちょっと乗っていきますか。乗って、敵が裏から見てるんで、援護してあげましょう。道を作って、二人いる。ハンドガンで一人やって、もう一人いるのは分かっている。でも奥にもいるか？右向いたとこに一人、ヘッドショット狙って、降りたとこに一人いるから、あ、そっちか。そっちは油断していた。さあ。どうしよう、グレを適当に敵の人のところに投げるが、まあ当たらないわな、そこは。よし、右行こう。右入ってね、裏を取っていきますかね。人気のないエリア。ここは私が占拠する。で、中入って。あ、いいですね。ここから行けば裏を取れるんで。左見て。後ろから、やっていく。あ、マジで？嘘。ははは。いやー、今の先にやっぱ AK 持ってる方から倒すべきだったか。まあ、そんなんわかんないんだけどね。よし、中入って。あー、そう、あそこ強いんだよ。あそこ強いんですよ。あのテーブルの奥ね、頭一つだけ出して撃てるんでね。ちょっと MP7 であれには太刀打ちできないんで、裏を取る。ってことでね。おっと、こういうのには負けない。裏を取って、ちょっとリロード挟んで、いるんですよ。よし。よしよし。で、左はいないか。一掃済みですね。で、人が来てるっていうのが見えてるんで、サクッと倒していく。奥に、奥二人ともやってしまった。
やってしまったってなんだ。階段登って、裏を取っていく。で、こっちから入ればね、相手のリスポーン地点まで行けるんでね、そこから、もう突っ込んで、銃弾をぶち込んでやりましょう。お、いたね。あ、遠いな。あれ倒すの。あれはちょっと、お、ヘッドした。今のはまぐれだな。そこから出てこれんの？で、またちょっと詰められてる感じがするんで、また裏から入っていきましょう。いるね、ここ。確実に。ん？いた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 。おっと、あ、やべ、あ、そっちか。あ、ちょっとブレちゃったな。一人やりきった方が良かったかな。よし、気を取り直して、入ったとこにいるってのは分かっている。やっぱね、この赤点見てね、決め打ちするってのも大事っすね。はい、近くは負けない。まあ、負けないとかなんか適当なこと言ってるけど、負けるんだよ、こんな風に。まあね、近距離強いとはいえね、威力は少ないんでね、立ち合って弾ぶち込められたらもうすぐに負けちゃいます。スモーク張ってる。階段降りて、ここから、おわっと、スナイパーか。マジか。おお、びっくりした。目の前の敵。あそこに座ってんのか。あー、ちょっと遠すぎるね。さすがに遠すぎる。てか目の前にもいるし。あー、マジか。さすが AK。強いっすね。と思ったら、手前から。やべえな、ここ。きついな。違うとこ行こうかな。おお、マジで？ なんという。あ、なんかだいぶ詰められてきたな。ちょっとまずいんじゃない？あの上やばいんだよ、あそこの上。あそこの上やばいんですよ、本当に。さっさっと潜って。うわー、居すぎ、居すぎ、居すぎ。削りきれねえ、穴にいたら。4人もいたよ。いや、ああいう時にね、なんか、さっきのライトマシンガンだったら全員一掃できたんだろうね。やっぱサブマシンガンもうちょっと考えないとやんないとダメだな。裏取って、裏取ったけど、敵はいない。どうしよう。出てこい、出てこい。あー、やばい。あれはスナイパーかな。おっと、危ない、危ない。スナイパーのヘッドを狙っていく。奥にいる。あれ、おっと、狭い。ダメか。せわしないな。つか、なんか101対123で結構負けて、これ、これちょっともう巻き返せなくない？俺一人じゃ。ちょっときつくなってきたぞ。あ、うーわ、出たそこ。意外とわかんないんだよな、あれ。いいとこに陣取ってますね。まあ、近づかなきゃ問題はない。いやー、これ、負けるパターンだな、これ。出すけど。いやー、やっぱね、この場所に来た時点でもダメだった。あれ、正面はダメだよ、正面は。拮抗してからの勝負はすごく弱いから。おっと？後ろから撃たれた。あ、あそこか。そこだな。そこだ。分かってんだ。分かってるけどやられる。スカー L か。珍しい武器使ってんな。もうちょっと、そこにいるやつ、まだいるんでしょ？はい、はい、はい、やってく。やられてく。これやばいな。112対145でも勝てねえよ、俺。奇跡が、どんな奇跡が起きても勝てねえよ。おっと？もういい。なるべく。何人か倒して終わってやる。よーし。まあまあ、てな感じでね、ちょっと MP7 使ってみたんだけどね、勝てませんでしたね。ああ、結構きついんだよね、このマップも。どのマップもきついけど。てな感じでね、負けちゃいましたけども。お、ベスト全部ついてんじゃん。ははは。まあ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 、次は勝ちたいですね。はい、以上です。